ガンプラ初の柔軟パーツが採用。塗装はできるのか？2時間縛りで塗装します。ルーのプラモトリセツ。ついに軟式パーツがガンプラに取り入れられました。前に UFO キャッチャーの景品でスペシャルクリエイティブ2という人気シリーズがありました。スカート部分や肩のアーマー、足のかかと、軟式パーツが使われており、ガンプラではできない大胆なポーズを決めることができました。いつかガンプラにも採用してくれればなと願っていたんです。そしてついにガンプラにも柔軟パーツが採用されました。これは楽しみですね。この部分の塗装を含め簡単な2時間塗装仕上げで作ってみます。うまくできたら万太さん、ぜひ今後はスネなどにも柔軟パーツの採用をお願いします。それでは作ってみましょう。まずは腕と肩に合わせ目が残るため消す必要があります。最近の HG は武器以外合わせ目がないキットも多いため珍しいですね。楽しみながら消していきましょう。使うのは流し込みタイプのタミヤセメント。消したいラインに隙間を作り、埋まるように接着剤を入れます。ギューッと合わせ、はみ出させましょう。さらに上から接着剤の膜を作るように塗っておきます。乾いてから400、600、800番と順番にヤスリをかけると綺麗にラインを消せます。接着剤で埋まってしまったディティールはタガネで彫り直します。軽く数回撫でるように振るとガイドラインなしでもうまくいきます。肩アーマーは一体型パーツになりますので合わせ目消しはありません。接着剤は使わなくても平気。真ん中にあるラインを消していきましょう。使うのはデザインナイフ。刃を直角に立ててカンナがけしてラインを消します。終わりましたらスポンジヤスリ全般をかけます。この時ナイフでカンナした場所の面を取るように全体にかけてください。まるっきりわからなくなります。ヘッドに厚い縁があるのでここもシャープにしときましょう。肩アーマーと同じです。ナイフでカンナがけし、その後スポンジヤスリで整えればスケール感を出すことができます。にらみつけた時の印象が変わりますね。この部分に耐久パーツさんのドームパーツを埋め込みます。ピンバイスでサンビリアナを開けてパーツを入れてみましょう。ちゃんと物前も動き、外線ライトを当てると光るため完成後に試してみましょう。タミヤスミレダークブラウンを使いスミレを行います。キャンプラについたハケでディティールに流し込みます。毛細管現象で綺麗に流れていきます。黒を入れるとおもちゃっぽくなるので自分はダークブラウンかブラウンをよく使います。軟式パーツにも入れてみましょう。問題なく流れ込みました。見たところはエナメル塗料溶剤で落とします。綿棒につけてからディティールに対して直角に拭き取ります。エナメル塗料の浸食により足のパーツが欠けてしまいました。断層があるところは注意が必要ですね。ここは後でダメージ塗装していってしまいましょう。パーツも問題なくはみ出したところを拭き取ることができました。今のところ普通のプラスチックパーツと同じです。デカールはマスターグレードアッガイと RB コーションデカールを使います。ミスターマークソフターを使うことにより密着させて貼ることができます。まずは水につけてから浮いてくるまで待ちます。貼りたい場所に置きます。位置が決まるまでは簡単にずらせますので、ゆっくり落ち着いてやりましょう。
スにも貼ることができます。バックパックなどデカっぽいところは多めに貼るとかっこいいですね。面の情報を増やすためガンダムマーカーで部分塗装をいたします。最初はニューホワイトをシールド裏のモールに塗ってみましょう。2回に分けて塗れば下地が濃い成型色でも綺麗に発色します。はみ出したところは消しペンと綿棒で綺麗に拭き取っていきます。綺麗に塗れて奥に別装甲があるように見えます。メタリックでバーニアも塗ります。こちらは濃い色なので一度で発色します。メタリックカラーは筆ムラが出ないのでおすすめです。スパイクのところは MSV っぽく仕上げましょう。マスキングテープを切りくるくる巻いちゃいましょう。ニューホワイトをラインのように塗っときます。です。足裏のバーニアのところはシャインシルバーで塗っておきます。出っ張り部分を塗るだけですのではみ出すことなく綺麗に仕上がりました。バックパック部分もついでに塗りました。ヒートフォークは蛍光ピンクで塗ります。黒の下地でも綺麗に塗れるのはさすがガンダムマーカー。アンテナ部分もシャープにしておきましょう。ナイフを立ててカンナ掛けします。横の柱も気になるので薄く攻撃をかまします。右が薄くした方です。左と比べるとスケール感が出ていることがわかりますね。ここで一度艶消しを拭いておきます。お待たせいたしました。ここからは2時間塗装で一気に仕上げていきます。時計を0時に合わせてスタート。最初はガンダムリアルマーカーで雨だれを表現します。使うのはガンダムマーカー拭き取りペンとガンダムマーカーブラウン1。汚れが溜まりそうなところに線や短い線を描き込みます。乾く前に下に流れ落ちるようにぼかしペンで左右をぼかしていきます。ガールの上からでも艶消しを先ほど拭きましたので問題ありません。毛先が汚れたらメラミンスポンジできれいに出しましょう。この後は早送りで見ていきます。塗装ハゲを表現するチッピングをやります。タミヤエナメル塗装のジャーマングレーを使います。よくかき混ぜてから塗装皿に出しスポンジにつけます。ペーパータオルにかすれるぐらいになるまで塗料を落としておきます。装甲がぶつかってハゲそうなパーツの角を狙いポンポンとスタンピングしていきます。モーなどはアーマーが当たりやすいので多めに入れます。もし失敗しても大丈夫。専用の溶剤で簡単に拭き取ったり、剥げてる量を減らしたりできます。次はタミヤウェザリングマスターのすすを使い、外側の輪郭線を強調していきます。エッジが引き締まり、また面の中央が膨張して大きなスケール感で見える効果があります。もしこのようにはみ出しても平気。普通の消しゴムでゴシゴシと簡単に消すことができます。問題の柔軟パーツ、切断面をきれいにできておりません。箱の見本見てもしっかりと傷が残ってます。それならここダメージ加工にしちゃいましょう。ウェザリングマスターで黒く塗り、
装甲がむき出しになり、内装のシルバーがちらりと見えるように筆で書き加えました。どうでしょう。左が塗装なし、右がウェザリング塗装を行いました。ガンダムマーカーによる雨だれ表現、スポンジによる塗装剥げ、レーザリングマスターによるエッジ強調が分かりますね。足の方も比べてみましょう。左が塗装なし、右がウェザリング塗装を行っています。残りの足と腕もやっちゃいましょう。まだまだ時間はあります。次はタミヤエナメルフラットアルミを面相性で塗っていきます。今までは暗い色でのウェザリングでしたが、最後は明るいシルバーを金属の関節部分に水回線で描き込みます。他はこんな感じ、可動部分のスレを表現できます。組み立て時に割れてしまった箇所もシルバーを入れてダメージ加工としましょう。シルバーはそのままに短い毛先の筆に描いてドライブラシを行いました。擦りつけてようやく色がつくぐらいがちょうどいい。武器に塗ってみましょう。重量感を感じる仕上がりになります。時間も1時間45分くらいで終わりました。最後に水性艶消しを拭いて塗装面を保護しましょう。それではパーツを組み立てていきましょう。最後に頭を取り付けて完成。 HG シャザクどうぞ。ガンダムマーカーによる雨だれ、割れてしまったところはダメージ塗装に変更、関節の金属パーツをシルバーのドライブラシで表現、柔軟パーツのカット部分は汚れを入れ、下の雨がたるももはスタンピングで塗装剥げを入れました。ガンダムマーカーホワイトとシルバーで部分塗装をしました。情報量が増えておすすめです。輪郭線をはっきり出すため黒のグラデーションを全体にかけてます。この絵は光ります。ポーズもつけてみましょう。柔軟パーツにより迫力あるアニメシーンを再現できます。これからも簡単な改造と塗装でプラモデルをかっこよく仕上げる動画をどんどん配信いたします。気になった方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。